さんこんにちは、さきちゃんです。今回はプチプラです。まあ、1000円前後が私的にプチプラだと思うんですけど、ちょっとね、今回はプチプラ縛りでやっていきたいと思います。高ければいいってもんじゃないじゃないですか、特にコスメなんて。だからもう今回はプチプラでもやっていけるよということを証明していきたいと思います。そしてね、世の学生様に参考になれるかなと思いまして、この企画をしていきたいと思います。私的に結構ね、いろんなコスメ持ってるんだけど、ちょっといいものを使ったりとか、パウダーをちょっといいものを使ったりとかよくあるんだけど、全部プチプラに縛るっていうのは、プチプラでさ、いつものメイクとか買わなかったらさ、もう高いやつ全部捨てます。私はその覚悟でやっていきます。それではどうぞ。今日のカラコンはイノセントです。カラコンプチプラじゃないじゃんと思った方いると思うんですけど、プチプラです。すいません。それで私、クロノリオリティのイメージモデルしてるんですけれども、なんとマンスリーが1000円なんですよ。ってことはね、31日使えて1000円なので、もうバリクソお得ですね。プチプラ認定 OK です。イノセントめっちゃ漏れるの、めっちゃ可愛い顔になる。ちょっとウルルンみたいな。じゃあ行きまーす。まず一つ目は、最初は下地ですよね。私的に私が持ってる下地でプチプラなのはこちらだと思います。セザンヌ皮脂テカリ防止下地。これね、私めっちゃ前から使ってる。小6、もう本当にメイク始めたで一番最初に買った下地がこれかもってぐらい、本当にこれめちゃめちゃずっと使ってるんですけど、こちらのピンクベージュ。600円です。これ完全プチプラだね。もうこんな色になってます。なんかね、他にもただのベージュとか、青もありますね。ちょっとブルベな感じの方とかは青とかの方がいいのかなと思います。私は下地でトーンアップさせたいのでピンクベージュにしました。これね、めっちゃいいんだけどさ、なんでいいってかというとね、もうめっちゃサラサラなの。もう液体じゃん、こんな乳液みたいな感じだから。私ね、結構乾燥肌なんだけど、こういう感じの下地だから浮かないんですよね、時間経っても。これこのパフもね、めっちゃ安いやつです。塗りまーす。ほら、めっちゃ良くない？めっちゃサラサラで塗りやすいし、超トーンアップするんです。でもなんだっけ、皮脂テカリ防止だから、テカらなくて、で、これはもう前から使ってるのでね、自信あります。塗りました。トーンアップしましたね。そしたら、こちら、チフレの UV リキッドファンデーション S。これね、SPF 入ってるので、日焼け対策にもなります。こういう感じの色です。これもね、めっちゃ安いよ。チフレいくらだっけな？こちらもパフで塗っていきます。これめっちゃいい。めっちゃカバー力あるんだけど。すごくね？さっきあんなに肌汚かったのに。こちらはですね、935円。やばくね？そしたら、次にコンシーラーですね。コンシーラー、マジおすすめのやつあります。このコンシーラーは、私いろんなね、ちょっとお高めのコンシーラーとかも結構使ってきたんですけど、私今、暫定1位かも。ザセムの CP チップコンシーラー。これやばい。メイクさんとかもこれめっちゃ使ってる人多い。このさ、数あるさ、デパコスを抑えてさ、これもめっちゃ安いんだよね。1000円いかないかな、これ。で、これを、まあ、なんか気になるところに乗っけます。あ、で、なんか前メイク動画出したら、コンシーラーはパフじゃなくて、こういうなんか、クッションファンデくっついてるやつやった方がいいよって言ったので、最近これやってます。めちゃめちゃコメント欄参考にしてます。これめっちゃカバー力やばいのだし、なんかコンシーラーって結構カピカピになりがちじゃん。マジでカピカピになんないの。しかも超安い。なんかさ、高いコンシーラーってちょっとさ、出すのチキるっていうかさ、ちょっともったいないなみたいな感じるじゃん。もうこれさ、プチプラだからさ、もう気になるところに超使えるから、めちゃめちゃ最高にいいです。めっちゃ肌綺麗じゃない？しかもナチュラルな綺麗さ。いつもより肌綺麗。そしたら次に眉毛描いていきます。インテグレードグレイシー繰り出しアイブロウ。これダークブラウンですね。これインテグレードだとね、めちゃめちゃ安いね。これはね、660円。この前買おうとしてたアイブロウさ、2000円とかしてる。でこれ細いからめっちゃ描きやすいかも。私ね、もともと眉毛ないからさ、眉毛あるからさ、アイブロウはぶっちゃけ違いわかりますよね。で、これでぼかしていきまーす。はい、描きました。ちょっと濃いめですね。動画撮りながらメイク撮るとさ、なんか全体的に濃くなっちゃうんだよね。気をつけよう。はい、そしたら、眉マス。もうこれしか使ってない。キスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウ10ピンカッシュ。ピンクッシュが一番ね、眉毛の色消える気がするんだよね。もうさ、ヘビーローテーションみんな使ってるよね。これもめっちゃプチプラじゃない？はい、こちらはですね、880円ぐらいでした。そしたら、アイ。アイシャディはこれですかね。まずこちら、キャンメイクパーフェクトマルチアイズ X03。 このキャンメイクのアイシャドウパレットもめっちゃ人気だよね。こんなに入ってんのにさ、めっちゃプチプラなの。これ500円ぐらい。なんかさ、こういうの見てるとさ、逆にさ、ハイブランドとかってどこにお金かけてんのって思うんだけど、だってめちゃめちゃ発色もさ、普通のやつ変わんない。あとね、これもある。最近手に入れたんですけど、スリーコインズのアイシャドウパレット。スリーコインズやっばと思って、めっちゃすごいと思っちゃって買いました。めっちゃキラキラもついてるし、これも一緒に使いまーす。ちょっと濃い色混ぜて、この目尻に塗りまーす。普通にハイブラとさ、何にも変わんないんだけど、どうした？
なんだろう、パケ買いかな、やっぱ。可愛いけどね。可愛いこの色。めっちゃ発色良くない？キャンメイクさ、マジいろんな色あるから、初心者にめっちゃ良くない？私初めて買ったのはキャンメイクのあの3つの色のやつだもん。その時はさ、ブルベとかイエベとかなかったからさ、めちゃめちゃドパープルのさ、ド紫のやつ使ってた。待って、この色めっちゃ可愛いんだけど。超キラキラじゃん。なんかプチプラって発色ちょっと悪いみたいなイメージあったんだけど、全然だね。むしろいい方なんだけど。でそういうんよ、キャンメイクの02番。涙袋メイクに欠かせないですよね、ペンシルタイプの。マジでさ、5個くらい持ってんだけど、全部ほとんど同じなのにさ、超買っちゃうんだよね、見つけると。涙袋コスメ見ると、めっちゃ買っちゃう。あ、もう全然ね、変わんないわ。ちょっとお高めのやつと。これは、これ650円。え、かわいい！やばい！涙袋超出てきた。そして、じゃじゃーん。シピシピの、シークレットキャミライナー02番。これはね、ピンク色だね。私は、ダブルライナーは、茶色派なんだけど、なんかピンクもいいって、めっちゃ流れてきたから、買っちゃった。え、かわいい！ピンクとかあんま使わないんだけど、でもピンクの方がナチュラルらしいよ。あ、でもかわいい！自然かも。これ1100円。さっきさ、びっくりした。こんな安かったんだと思って。いつも私茶色なんだけど、ピンクもいいね、ナチュラルで。ね、今のところ完璧じゃね？そしたら、ラメ。じゃじゃん。皆さん、新入りの超プチプラコスメ知ってまーす。はーい。ローソン×ロム&のアンドバイロム&ムラシアイグリター PK01。これめっちゃ気になります。この色は持ってない。ちょっと開けてみまーす。おー。あ、めっちゃキラキラ。かわいい。え、かわいい。めちゃめちゃ安いです。これローソンに売ってますね。やばくない？コンビニでこれ買えんの。発色良すぎなんだけど。これやば。これ一軍コスメ。しかもね、もっと色あんの、ね、イメージ入れとか読めると可愛いです。怖い。発光すぎていつもよりも発色いいんだけど。涙袋爆弾。はい。そしたらアイライナーはインテスヘッドスナイプジェルライナー1045円。どうなんでしょうか。あ、書きやすいね。あのね、ペンシルタイプなのでめちゃめちゃ書きやすい。アイライン書くのめっちゃ嫌なんだけど、これ一発で書けてめっちゃいいわ。サクティンってアイライン長めなんだけどさ、サクティンと合うとマジでアイライン長くなるんだよね。もっと長くしないよとか言われるし、ちょっとサクティンギャルっぽいみたいな感じじゃん。で、さっきちょっとまあ何ナチュラルみたいな。え、なんかさ、涙袋怖いんだけど、キラキラすぎじゃない？超ギャルメイクみたいになっちゃったよ。見て、こっから見たらガチやばいんだけど。そしたらまつげやりましょう。これめっちゃピエール、パーフェクトロング&カールマスカラ。なんか嘘つきマスカラみたいなやつがめちゃめちゃバズってて、最近 SNS で。普通に薬局に売ってた。これ何？何なの？こちらは1100円でした。あんま盛りすぎずに、まるで地まつげかのように伸びるってこと？あ、確かに。それはそうかも。あ、じゃあナチュラル向けだね、これは。地まつげが長い人みたい。かわいい。じゃあナチュラルな方、おすすめ。確かに、地まつげが長いように見える。あ、パウダーするの忘れてた。はい、こちら、イニスフリーのパウダーです。こちら890円ぐらい。イニスフリーってさ、なんか緑のパッケージのイメージしかなかったんだけどさ。あ、いいね、サラサラだ、めっちゃ。私、マジでサラサラのパウダー大好き。眉毛塗った後にね、眉毛の上にね、パウダーするとね、いいらしい。めっちゃ自然になるんだって。そしたら、ハイライト。スザンヌパールグローハイライト。これみんなもう大好きだよね。これはマジで、超発光。もうこれはマジでハイブランドより勝ってると思う。このハイライトに関しては。マジでこれは発色がもうレベチ。やばいでしょ。ちょっとのっけただけでこんなに白くなるんだよ。頬骨のあたりとか。唇の上にのっけるとね、めっちゃ可愛いんですよ。で、顎。やばい！これ発色。最高だね。これはね、こちら600円ぐらいですね。これはみんな持ってるか、さすがに。で、次に、スザンヌのナチュラルチーク N。これはめっちゃ使ってます。これはね、一群コスメなんですけど。これマジでやばい。てかセザンヌって全体的に発色良くない？これ目の下あたりに入ります。このチークはめっちゃピンクなんだけど、イエベでもいけるコーラルっぽいピンクなんで、もうね、最高ですね。もう私もね、イエベなんだけどさ、もうみんな韓国アイドルみたいなさ、もうめっちゃピンクのねチークとか使いたかったのよ。このセザンヌはマジで浮きません。イエベが使っても、でもマジで発色良すぎるから、そこだけ注意です。このね、やっぱ冬は鼻チーク、顎チーク、命。かわいいです。そしたら、スザンヌ、ナチュラルマットシェーディング02番。じゃ、これ値段わかんないんですけど、まあ、どうせ、ハイライトと同じ値段でしょ。これもね、色が超ナチュラルでいいんだよね。なんかシェーディング似合わないんだよね。なんかちょっと入れただけで、歌舞伎役者みたいになっちゃうので、鼻の下だけに入れてもらってかわいいです。
これはマジでおすすめ。特にちょっと普段メイク薄めっていうか、ちょっとナチュラルめが好きな子、マジでこれおすすめ。シーリングってさ、入れるだけで結構存在感やばいじゃん。で、これもう削って削って。ヘアメイクさんにメイクされてる時にちょっとショックな出来事あるあるは、めっちゃシェーディング入れられる。なんかさ、自分でもね、今日顔でかいな自分って思ってたんだね。そういう時ね、絶対めちゃめちゃシェーディング入れられるの。もうこことかも入れられるの。普段入れられないところ。はい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 ですね。もう終わりです。最後に、リップは、チフレの143番のリップライナー。リップライナー私使ったことないんだけど、なんかもう、ほとんどのメイクさんが使ってんのね。この縁を囲むの。でもやっぱね、いいんだよね。じゃあ570円ぐらい。ほら、この、境目がないじゃん、唇って。で、この縁を取ることによって、唇の形がはっきりしてるから、いいよ、みたいな。ちょっとオーバーリップ気味の方が好きなんですよ。で、やっぱオーバーリップするには、このリップライナーとかがめっちゃいいらしくて。え、めっちゃ芯しやすいね。ほら、唇がさ、ちゃんとしてきた。そしたら、じゃじゃーん！ネイチャーリバーブリックハニーメルティングリッププラムワイン。これね、こうやって出すやつ、最近流行ってるこれ出すやつで。これすごいよ。超ツヤツヤねっとりみたいな。え、めっちゃいいじゃん。ほら、リップライナーいいね、やっぱり。ちょっと縁取ることによってさ、唇の輪郭がはっきりする。これ1300円。ちょっとお高め。ということで、リプラメイク完成！アップで見せます。最近肌荒れしてるのに、めっちゃ肌綺麗に見える。これはちょっと、デポコスです。プチプラなんて呼んじゃいけないよ。全部大当たり。ちょっと革命かも。もうさ、全部、デポコスメイクでした。って言っても違和感なくない？なんか私思ったんですけど、デポコスよりも、なんか扱いやすいっていうか、なんか全部使いやすい。いつももっと時間かかるのね。いつもより15分ぐらい早い。発色もいいし全部。なんかすっごいメイクしやすかった。私一つ気づいたことがあります。デパコスとプチプラの大きな違い。匂い。プチプラは、これ多分今まで使ったやつ全部匂いがないの一切。だけど、例えばなんですけど、なんかディオールのマスカラとか、マスカラって正直違いわかんないじゃん。ディオールのマスカラって開けた瞬間ローズみたいな顔してくんの。とか、ファンデとかもさ、匂いするじゃん。で、コスデコのパウダーとかもめっちゃいい匂いするの。だから、匂いはデパコスにしかないなって思いました。あとはやっぱパッケージがシンプルだよね、プチプラは。パッケージにお金をかけてない分、やっぱ安いんだと思うんですけど、内容的にはもう変わりがないと思いますね。私的にはマジでプチプラで十分だなって思いました。で、今回は1000円前後ぐらいのコスメ使ったので、みんなもぜひ参考にしてみてください。しかもさ、なんかさ、躊躇なく出せるからいいよね。私とかさ、ちょっと高いさ、ファンデーションとかゲットした時さ、めっちゃケチるの。ちょっとしか出さずに、それめっちゃ広げて使うみたいな。そう、だけど、ちょっとね、こういうのはね、607円とかだから、いっぱい出せて、ストレスない。快適。皆さんもぜひ、真似してみてくださーい。ということで、こんな感じで終わりたいと思います。バイビーン。お先に失礼します。